こんにちは。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。こんばんはの方がいいですかね。松茸おにぎりです。いただき物の松茸おにぎり、サンド豆、ゆでサンド豆ですね。で、生姜ポン酢、冷ややっこ、だしオムレツ、ウインナー炒め、みかん、白ご飯で、ウインナーオムレツ、だしオムレツはもう2個分、 LL2 個分あります。いただきもんがあったので、結構おかずの量が増えましたね。野菜切れかなと思ってたのも野菜増えましたしね。さて、それはそれとして、肝心の体重です。何キロになってるのか。体重 55.3キロ、体重 55.3キロ、体脂肪率 9.7、 体重 55.3キロ、体脂肪率 9.7、 基礎代謝 1347、 内臓脂肪レベル1、筋肉量 47.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.3、 体脂肪率9.7。 はい、マスタケおにぎり、ゆでサンド豆、生姜ポン酢、冷ややっこ、だしオムレツ、ウインナー炒め、みかん、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。